これはプリン柄っていうのか？プリンの多分、下の部分とカラメル部分。つまり、プリン全体ですね。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。さあ、それじゃあ早速、夢見の館へ。いらっしゃいませ。ラクゼーションサロン、夢見の館へようこそ、お越しくださいました。はい、ということで、今回は、結構前にも一回行った、カーナ村長のテディベア村に行ってみたいと思います。まだ眠り足りなかったかしら？でしたら500バレでもう一眠りなさる？もっと夢見たい。テディベア村ね、あの可愛かった村、また更新されたらしいので。ええ、お任せくださいな。では夢を取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということで、テディベア村に出発。はい、テディベア村に到着。いいね。花壇。夢の世界へようこそ。あなたは今、テディベアという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは、都のテディベアの世界をご堪能遊ばせ。イルミネーションも綺麗。冬って感じや。そして服は、2種類。こっちがダッフルコート、白いフォーマルパンツ。あ、こっち男の子用ってことかな。こっちはニットワンピース。女の子やね。ということで私はこっちを身につけていこうと思います。じゃーん。こんな感じで。こんな感じで。よきよき。クラッシュの赤がすごく映える。はい、それじゃあ、一見、あ、こういう場所がすごく好きなんだ、私。現実にもこういう場所に行ってみたいけど、おぉ、びっくりした。ちょっと一瞬見えなかった。お揃いの帽子、ひまわりさん、また来てください。え、来るよ。もう絶対来るよ。あ、もしかしてこれ、こう通って、駅から帰っていく、お見送りですか。お見送りですか。ひまわりさんの家、これってことかな。なんか誰か。花に水やりよんかと思った。噴水やった。スプリンクラーなら盛大すぎます。はい、お邪魔します。ほい、そして、村の名前。村の名前と、同じく、テディベアが、きっちりとね。やっぱこういう感じでテーマごとに揃えた方が綺麗なんかなと思いつつ、私はいつもね、ごちゃごちゃした生活感丸出しな感じの部屋になってしまうんだけど。現実味。現実味じゃなく、センスの問題です。そして左側は豪華な感じ。でね、その部屋その部屋で置いてるテディベアの模様だとか服とかもね、その部屋に合った感じになっとるけん。この人はディーラーさんですか？かっこいいね。落ち着くんかな、こういう部屋で寝るの。あ、何気に来客用の傘立てまであるよ。ここで？入り口とかではなく。入り口だと、急な雨の時知らない人が持って帰ります。はい、そして、奥の部屋へ。髪色が個性的だわ。複製そうな感じやのに。はい、そして奥の部屋は、美容室。で、クマちゃんたちは、テディベアたちは2体とも花柄やね。私は白派かな。そしてすぐに汚します。あ、ここで、まあ、ママたちがね、美容室、順番待ちしよる間に、まあ、子供がこの羊のやつに乗ったりだとか、そういう感じだ、きっと。ただいま妄想中。良きだね、良きだね。今回ね、髪の毛染めたけど切らんかったけんね。切るかどうか迷って結局。なんか、切りたいかもって思っても、冬場って寒いけんちょっと首出したくないなっていうのはあるよね。ほい、それじゃあ右側の部屋へ。あ、右側。あれか？入り口にあったこと同じ。さっきからね、こう、部屋ごとにちゃんと、
マネキンも立っとって、そのマネキンの服装とかも違ったりするんよね。多分その部屋その部屋の住人さんなんやと思うけど、なんかそういう一個一個の部屋で世界観があるのすごいなと思う。そして私はこういうね、一つの部屋に二つテーブルと椅子のセットがあるっていうのをね、こういうおしゃれなことができないんだよね。あ、ここにもあるわ。一輪の花。あれかな？ちょっとした喫茶店みたいな感じって思ったけど、ベッドがあった。でもきっとお金持ちでお客様とかを招き入れる場所っていうことなんやろうね。ここでケーキしたり、お茶したり、ケーキしたりっていうんかな？お茶したり。はい、そして、2階へ。多分、一つ一つの部屋が切り離された、なんか全然違う世界観みたいな感じやと思うよね。ここは、服飾屋さん？服が売り寄ったり、バッグ、アクセサリー、香水も、おしゃれ系のものはここで大抵揃えますみたいな感じかな。帽子も売り寄るし。そして、レオパード。私の好きな、レオパードのテディベア。良きだね。この間なんかね、視聴者さんコメントで、ヒョウ柄苦手なんですっていう人もおったけど。これ。私これめっちゃ今更ないんやけどさ、ティーポットの中、なんか花みたいなの入ってない？これ茶葉？茶葉ってことなんかな？え、おしゃれ。飲めないから、あれだけど。おしゃれっていうのはわかるよ。はい、そして地下へ。あれか、お茶って考えるとお茶っ葉とかそういうのやけど、ローズヒップティーとかそういうのってあれ？バラの花びらとかで取るんかな？ローズヒップって、バラ？そこからやけど。そういうのが全くわからんけど。ん？これは、ね、これってフライパンに何か置かれてるの？気のせい？あ、あれか。コンロの台の何かがめり込んでいるからそういう風に見えてるのか。何かしらトング的なものが置いてあるのかと思った。ここは、ちょっとしたファミレスみたいな感じかな。みんな美味しそうなものいっぱい食べるな。羨ましい。でもファミレスって基本的になんか誰でもいろいろ食べれるものがあるし、楽しいよね。最近はちょっと回転寿司とかもそういう感じな気がしてきたけど。でも回転寿司でさ、なんかお寿司以外のものって、なんかすまし汁的な、だし汁的なものは飲んだりとかするんやけど、それ以外の食べたことないんよね。美味しいんかな？やっぱ酢飯が使われてるの。ここの住人さんは、河野さん、村長さん、マイルドお持ち帰りください。お持ち帰りくださいとのことなので、みんなぜひぜひ持って帰って、自分の村でも使ってみて。使ってみて。私が宣伝。はい、お邪魔します。ふぅ、どこの家もお嬢様だな。そして服が可愛い。これはプリン柄っていうのか？プリンの多分、下の部分とカラメル部分。つまり、プリン全体ですね。あれ、カラメルじゃない部分はなんて言うんだ？今ちょっと、言い方に困ったんだけど。はい、それじゃあ左の部屋へ。全体的にここの家は乙女系かな。お、そしてめちゃくちゃ、こうね、洋風でファンシーな感じの中に、この両端に、和風な、和風な花が、良きだね。あ、かわいい。この、わかる？アクセサリーケース、ピンクなのめっちゃかわいいんだけど、嵐がピンク好きっていうだけかもしれんけど、え、かわいくない？ポップコーンも夢川系やね。全体的に超ピンクな部屋。ただ私、これ多分見た目的に甘いポップコーンやと思うよね。私はポップコーンは、塩辛い派なんで、
キャラメルポップコーンすら食べれないんで、あれやけど、でもなんか、いちごと蜂蜜とか、わからんけど、いちごとキャラメルとか、なんかそんな感じのポップコーンなんかな。ポップコーンは、塩味か、バター醤油とか、そういう感じが良き。はい、それじゃあ奥の部屋へ。お、この部屋、ポンポンプリンってことで、テディベアも、当たり前のごとく、当然のごとく、ポンポンプリンで。なんかすごいよね、こう、私やったら多分、ポンポンプリンの部屋にしようと思ったら、こうポンポンプリンの、家具とかしか思いつかんと思うんやけど、ね、ちょっとアホなので。でも全体的にこう、黄色い家具を使って、そういう世界観を出しとるっていうのがね。かこの水玉家具の黄色めっちゃ可愛いな。思ったけど。水玉家具ってね、何色にしても可愛いよね。いいな、いいな。なんかいろんな水玉が、の色にして、カラフルにしていきたいね。私は基本的に、海蔵くんには頼らず、すべて、ありのままの家具を使って行くことが多いからな、基本的に。いいように言ってるが、海蔵くんに頼むのさえ面倒くさがってるのは秘密です。はい、右側の部屋はキティちゃん。キティちゃんのあの帽子めっちゃ可愛いと思うの。なんかサンリオの中で特にキティちゃんが好きっていうのは別に全然ないんやけど、でもキティちゃんグッズめっちゃ可愛い。なんかさ、結構昔からやけど、ある時期から急にチャーミーキティとか出たことない。あれは一体何なの？喋るの？喋らないの？ペットなの？キティちゃんなの？ちょっとなんかよくわからないけど。なんかサンリオっていろんなキャラクターが出ては、いつの間にかいなくなっているような。まあ、どこもそうか。そんな感じか。サンリオのキャラでは、レツコが好きです。ディズニーとかも結構、ミニーちゃんが昔、パピオンみたいな感じの犬飼っとった気がするけど、なんかその犬もおらんし。プルートしか。お、2階は、花まみれだ、花まみれ。お花屋さんかしら。あ、なんかここでいろいろと、ね、お花を包んでくれる感じの。私こういうのさ、なんか、プレゼント、花のプレゼントとか、誰々をイメージしてみたいな感じのすごい苦手やけんさ、なんか人に花をプレゼントするのに花屋さんに行ったりとかしたら、とりあえず、事前にさ、その人の誕生花とか、そういうのを調べて、でなんかそれを中心に作ってもらうみたいな。花言葉は大して考えてない。いや、考えた時もあったのかな、わからねえ。はい、地下へ。お、この地下のあったかい感じよき。この子はチーフやったっけ。私多分今まで出てきた中でこの部屋が一番好き。もしかして前も言ってる？前も言ってたら言ってたとして、私の好みは一貫しているということで。え、てかこの、これ可愛いよね。このパッチワークのやつ、めっちゃ可愛いよね。赤を基調とした感じ。この部屋に住みたい私。どんなに綺麗な部屋でもすぐに散らかして面影はなくなります。なんか何屋さんっていうか、え、でもお店なんか一応看板とか置いてあるし、ファミレス？パッチワーク系の家具のテーブルとかがどんな感じなんかが知りたい。ちょ、食感、質感。ふわふわしとんかな？物置きにくくないかな？はい、そして、3軒目ラストやね。お、いたいた。大輝くん、こんにちは、いらっしゃいませ。いらっしゃいました。私が再びテディベア村に。いいね、いいね。トランプだよ、トランプ。この賑やかな感じ。家具だけでも賑やかな感じ。めっちゃ良きじゃない。
ちらさん。はい、そして左の部屋へ。あれ、今の部屋テレビ部屋あったかな。はい、こっち側は、あ、通れねえ。通れねえ。ここはファミレス的な感じかな。誰かのお祝い？めっちゃいいやん。しかし私は、あれなんだ。あの、こう、喜びを表現するのがめちゃくちゃ下手くそだから、多分サプライズとかされても、反応に困る系。え、喜ぶけど。喜ぶけど、困る系な気がする。コックさんが直接、レジに立つタイプなんだね。この場合、パティシエでは。そして隣には、コックさんの服を着たテディベア。かわいい。この店のマスコットや。ここはトランプ柄か？あ、そっか、この子がいるのか。なるほど、なるほど。何柄って言うんやっけ、あれ。チェッカー。はい、奥の部屋へ。お、奥の部屋は、いろいろと工具が並んでて、修理とかする部屋。紅の豚。なんかもう、こういうの見たら紅の豚が勝手に思い浮かぶだけやけど。パイロット風なんやね、服装が。かわいい。でもこういうところに犬って荒らされたりとかせんのかな。あれか、賢くしつけられてるから大丈夫なのか。あ、そして旅立つまでの間、ここで漫画を読むと。カップラーメンを食べつつ。いいね、いいね。ゆるーく、ゆるーく。はい、そして右側の部屋へ。右側はすごい上品な感じ。もうマネキンからしてね。めちゃくちゃ上品な感じ。これグレース家具やったよね。なんだ？びっくりした。打ち合いの音が聞こえたと思ったら、テレビか。焦るー。望遠鏡とかで空を眺めたら、やっぱり星座とかもめっちゃはっきり見えたりするんかな。あの、なんか、望遠鏡から、望遠鏡で空を眺めるみたいな経験が実際にないけんよくわからんねよね。でもなんかあの、なんとかタワーみたいな。ああいうところから、なんか外の景色を眺めるみたいなのは、旅行とかで行ってしたことはあるけど、確か愛媛もお城から望遠鏡で眺めれたはず。うん、多分。はい、そして2階へ。お、男の子の部屋って感じやね。ここが大輝くんの部屋かな。この部屋のテディ、あ、おったおったおった。この部屋のテディベア。ん？これはなんかスポーツ系？野球の服みたいな感じ。あ、全然違った。これは、一瞬後ろ前逆かと思った。両方同じなのかから。もしかしてそういう感じになるんかな？もともとそういう仕様？わからねえ。これってさ、あれかな？ボルトとかが着とったやつ？え、違う？違う？なんかあんな感じの服着てなかったっけ？テディベアいいな。いいな。あ、意外と結構本を読む。あ、でも、パッと見的に、きっとおしゃれ雑誌とかそういう感じや。部屋もおしゃれ男子っぽいし。これって、あれよね。シューズボックスよね。靴にこだわりがあるのか。なんか男の人って靴好きじゃない？なんか服そんなに、あれな気がするけど。そんなにあれっていうか、種類多くない気がするけど、靴めっちゃ持っとる人多いよね。そんなことないかな。お、地下は、ゲームショップ。いいやん、いいやん。私ここに召喚されてくるわ。ん？あの服は？任天堂の服か。かわいい。よきよき。で、最近ね、こう、マリオ関係の動画とかも。お、壁を突き抜けていった。マリオメーカーだとか、ルイージマンションだとか、マリオカートだとか、いろいろあるけん。この辺のアイテム良きだね。コインコインコイン。また何かしら、あつ森でも、あれかな。こういう、コラボ商品とかあったりするんかな。まあ、なくす。ことはないか。
わからんけど。あつ森がどういう感じになるんか、まだまだちょっとこれからに期待ないよね。はい、お邪魔しました。ここはまあ全体的に男の子の家って感じやったね。なんか、夜中に、あ、もうここすぐ広場やったんや。夜中に、地下とかで遊んでそうな感じ。絶対楽しい。友達とかも呼びたいけど。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。テディベアは、女の子の部屋でも、男の子の部屋でも、さらっとなんか溶け込める、おしゃれに溶け込める感じがなんかいいよね。